オクラと赤パプリカ、黄色パプリカ、キュウリ。それでネバネバ丼作ります。オクラに塩を振って、ゴシゴシゴシ。こうすることでこのオクラの毛が取れます。パプリカは角切り。赤パプリカも角切り。きゅうりも角切り。こちらはもうちょっと小さく刻んだ方が子供だったら食べやすいです。ちょっと大きく切りすぎました。めんつゆを大さじ 1.5 から2と顆粒の昆布だしを 5g 入れました。そしてね、こうネバネバするまで混ぜたら出来上がり。こういうお出汁はかつお出汁でも本出汁でも何でもいいと思います。それによってね、このネバネバ丼の味も変わってくると思います。ネバネバ丼だからこれをご飯にかけてもいいし、私は夕ご飯はご飯食べないのでこれに納豆とアボカドを入れて食べたいと思います。アレンジ自由自在。ちなみにこの水戸納豆ね、OK ストアの商品みたいで、タレとからしがついてないんだけど、4パックも入って60いくらなの。すごく安い。また手作り納豆も作ろうかな。この手作り納豆の作り方はこちらを見てね。ネバネバ丼入れて。納豆はすごく体にいいから毎日食べた方がいいんだって。だけど最初からこのネバネバ丼に納豆を入れちゃうと、もし残した時にちょっと明日味が落ちちゃうので、食べる分だけ納豆を混ぜます。味見したけどすっごく美味しいです。これはおすすめ。